どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのカズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間に皆さんの大好きな曲どんどんウクレレで楽しく演奏できますよということで、日々簡単ウクレレレッスン動画を公開しております。今日も張り切っていくぜー。さあ本日取り上げたいテーマソングがこちらです。ドン、あいみょんのリズム64。こちらの曲2024年の2月にリリースということで発表になったところなんですけど、資生堂のこのコマーシャルソングになっているということでございます。ぜひ皆さんこれものすごくねハートフルな曲、なんかこの リズム64のこの64という数字は心臓の鼓動ではないかと言われているという、そんなことでね、こうリラックスして歌えると素敵だなというね、あいみょんのこのメロディーがね、素敵メロディーがたっぷり詰まったもうめちゃめちゃいい曲、ぜひウクレレ一本で全開で奏でていきましょう。さあ、今日はですね、Gラボのガズモデルウクレレと、シンプル簡単バージョンではこっちの初めてウクレレを使いましてレッスンスタートしていこうと思います。初めてウクレレは Amazon で即ゲットできるようになってますからね、 Amazon に行って初めてウクレレ検索してみてください。さあ、あとこの本がね予約スタートになりました。主婦の友社から4月に出版されるガズのめちゃくちゃいいこと言ってる、まあ、あのねこともうね本当この本読んでほしいです。とにかくですね、予約をお願いいたします。とってもね大切な音楽をやるにあたって大切なことが詰まっている、いいこと書いてあるエッセイ本でございます。概要欄に予約できるとか貼っておりますんで、 GGD ご機嫌ガズレレデイズということでねなっております。よろしくお願いします。さあレッスン入っていきましょう。いつものように2バージョンで進めていきます。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流シンプル簡単バージョンをゆっくりやるんですけど、この曲はですね歌のレンジがすごくね広いんですよ。すごい高い音から結構低い 音まで出るということで、歌がですねこの音程が急に高くなったり下がったり、この辺がね面白くもあり深いところでもあり簡単ではないところですけれども、楽しんでいきましょう。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンは何といってもあのふんわりした跳ねたビート、歌詞の中にもね大丈夫だって跳ねているからって書いてある、このリズムの跳ねた感じをかっこよく再現していこうと思います。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあまずは皆さん音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけでこれからの人生自分でどんどん好きな曲を音楽を生み出せるようになります。すぐガズレレで音楽始めてください。さあ、今日のレッスン早速入っていきます。あいみょんのリズム64。まずはシンプル簡単バージョンゆっくりとやってみる。1、2、3、4。だけど今座ってみる胸のリズムが大丈夫だって
イエーイ。せーの、あいみょんのリズム64、素敵な曲ですね。だけど今触ってみる胸のリズム、これね、このメロディーがね、もうほんと頭にね、もうくるくる回っちゃうんですよ。もうずーっとこれもう一日中回っちゃいます、これ歌い始めた。でもそれだけやっぱりね、こうハートにこうクッとくる、このね、あいみょんの、そこがもうやっぱあいみょん節でございます。で、これ歌ってみたらわかるけど、だけど今触ってみる胸のリズムが大丈夫、急にこう低くなりますから、だって跳ねている、音のね、このね、上下が結構すごいんでね、この辺は歌の練習が必要だと思いますけど、楽しんでいきましょう。さあ、今のアレンジですけど、ガゼレリアオリジナルのショートカットアレンジバージョンにさせていただいております。主に2番のパートをですね、ショートカットバージョンにさせていただいてて、1番やった後にブリッジパートやって、最後ラストのバースを繰り返す。こんな感じのアレンジになってます。フルコーラスでやりたい方はですね、まあ、1番のコード進行を書き出して、2番の歌詞を書き加えるとフルコーラスでできるということなので、まずはガズレレバージョンで練習してもらって、慣れてきたらそんな風に自分で歌詞とかノート書き出してですね、練習してみるのがいいと思います。はい、まずガズレレの動画で練習しても見てもらいたいんですけど、ガズレレの動画には歌詞とコードが画面に出てますから、それに合わせてウクレレで練習していただきましてですね、1個目のゴール設定としては、ガズさんの簡単バージョンのガズさんと一緒に合わせてできるようになったら素晴らしいと思います。これさっきも言ったけど、歌のメロディーがね、なかなかこれ聞くとやると、じゃあ大違いでやると結構ね、あ、こんなメロディー、歌うの大変みたいに思うかもしれないですけど、そこを楽しんでくださいねと。で、一緒にガズさんとできるようになった方、おめでとうございます。次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、とはいえ歌詞とコード全部丸暗記するのはやっぱり大変ですから、最初は楽譜的なものを見て、何回もその楽譜を見て練習して、いずれ覚えちゃって大空に向かって夕日に向かって歌う。これが素敵だなというふうに思うんですけど、どっちにしろ、楽譜ってみんなどこにあるんだよって思ったと思いますか？安心してください。今のガズの演奏はですね、ガズのこの手書きのノートに書き出したこれを見ながら今、はい、ガズの手書きノートを見ながら演奏していきました。これもうちょっとしたら画面にこんな風に大きく映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいさーってシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービス、ガズクラブが始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な山のようなね、楽譜のストック、手書き楽譜のストックの中から毎月5曲、皆さんがこの曲やってみたい、これ曲いいな、私チャレンジしてみたいみたいな感じでお選びいただいて、お手元にですね、デジタルデータですぐにですね、ダウンロードできてご活用いただけるという素晴らしい画期的なサービスがスタートしております。で、このガズクラブなんですけどね、楽譜のダウンロード以外にもね、いろいろあります。毎月2回ガズクラブメンバーがもう世界中からのね、参加があるんでね、大セッション大会、毎月2回やってるガズオン、これめちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひこれもね、盛り上がりますからね、これも体験していただきたいのと、メンバーの方だけが参加できる Facebook の非公開グループで皆さんの演奏動画をアップロードして、みんなでワイワイ楽しくやってるようなところがあったりと、なかなか楽しいクラブ活動になっております。ガズクラブぜひチェックよろしくお願いします。そしてこれとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学というのもやってます。こちら大学ですから、ちょっとハイレベルですよ。こちら YouTube メンバーシッププログラムというやつを使っていまして、毎月590円の学校代をいただいてですね、毎週2回ライブ配信による濃厚講義でございます。こっちはですね、大学ですから、皆さんちょっとねレベル高いですよ。入ってくださる方、きっと16ビートとかカッティングの練習とかして、それができそうでできないかみたいなぐらい練習してくださる方々、すごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。課題曲設定して深掘り、チャットでもその場でいろいろやり取りしながら進めていっております。で、あとね、毎朝7時半からラジオ配信してます。ガズラジといって、スタンド FM という無料アプリ、ラジオアプリと、あとガズラジという別の YouTube チャンネルがあります。毎朝7時半から365日ガズの面白いラジオ配信、ウクレレのこととかいろんなこと、ぜひチェックしてみてください。今言ったこの3つのことを概要欄に貼ってあるんで、チェックしてみてくださいね。それでは、楽譜を見ていきましょう。リズム64、あいみょんです。すごい爽やかな曲、はい、やってみましょう。コードもね、見て、結構シンプルですよ。嬉しいです。で、これまずね、こうサビから始まる曲なんですね。これが印象的なんですけど、ここら辺のメロディーがね、注目なんですけど、こんな風な見ていってくださいということで、ここちょっと見てもらうと、見て、1回目は C でワンブロック伸ばす。これ繰り返しになります。2回目に来た時は、ここ C7 に行ってツタタタタみたいな感じになるんで、1回目と2回目でここちょっと変わってきますけど、ここはまあ一緒ということで、そこちょっとね、最初に解説しておきましょう。こんな風に映しておきますんで、ぜひ皆さん一時停止して、この風に書いてみてもらうといいと思いますが、
これ最初伸ばしましたからね。これ1回目は伸ばして、繰り返しの時はリズムにやりますけれども、今ね、紹介させてもらったガズクラブで、今日のこのリズム64のね、ガズの手書きノートの楽譜を皆さんのお手元にデジタルデータとしてダウンロードして、ご活用いただくのもめちゃくちゃ今日も有効でございます。今日の言葉のタイミングがなかなか絶妙でございます。ガズのノートの特徴、いつも見て、見てもらってるんですけど、この言葉の上に点が書いてある。はい。だけど今触ってみる胸のリズムが大丈夫大丈夫、ここの V で大丈夫、うん、だって跳ねている、これ言葉のリズムがわかるよとか、あと歌詞カードには出てないこれ伸ばすところ、これもめちゃくちゃ役立ちます。ここら辺の A メロのね、普通の顔したこの辺のね、ちょっと言う感じとか、ワンブロックに対してのこの歌詞の位置関係とかでもめちゃめちゃ参考になるんで、この点とかでねリズムが参考になる。はい、ぜひ皆さんガズクラブにご加入いただいて、このデジタルデータの楽譜ダウンロードしてご活用いただくのもおすすめでございます。お時間ある方はこの通りに書いていくといいと思います。はい、ここちょっと書いてあるでしょ。これね、かっこいいバージョンではね、ここ面白いリズムにしますからね。はい、期待しといてください。はい、カッティングフレーズって書いてあるんですね。まずはまずこんな感じか、 A1 までサビから。はい、いいです。こうツタタタタってこういうの結構書いてあるんですけど、これは後で解説する。かっこいいバージョンではね、切り、おかずと言われてるちょっと盛り上がるやつでやっていきますと。はい、そしてここですね、サビの1って書いてあります。はい、ちなみにこっちのここはサビ星ですからね。はい、ここがサビ1でございます。はい、っていう風にガズが勝手に命名しているわけですね。はい、でここまでやったら、はい、見てちょっと構成の確認いきますよ。ここからまずここサビやって、間奏やって、 A メロやってサビ1に行きますね。サビ1が終わったらですね、見てください、サビ星へ戻ります。ここで G7 でツタタタやってサビ1に戻る。でここに戻ってきて、2回目に戻ってきた時はここ C7 ツタタタをやって、今度ブリッジパートに行きます。本来ここで2番が始まるんですけど、ショートカットアレンジバージョンでここです。ここがね、盛り上がるブリッジパート。詰まる喉の弱地ひねって、ここがね、かっこいいバージョン、リズムめっちゃ難しいです。これいろいろ書いてあるけど。ワンブロックコード4つになったり。下に書いてあるのはかっこいいバージョンで出てくるコードだよ。この決めのフレーズ書いてある。ここかっこいいバージョンはなかなか悶絶リズムが登場しますからね。で、このブリッジパートをこうやってやってくると。はい。ここ。コード1ブロック1個なのに矢印が書いてある。これ決めで、ダーン、ダジャッチャーンって、これかっこいいバージョンで解説していきますけど、ちょっと決めながら弾いていくと。ここもターツク、ターツクってやって、あー、はい。で、ここサビに1に行きますね。サビに1、またここ行ったら、はい、またここでサビの星に戻る。ここに戻って、はい、最後はこの C で終わると。そういうような構成になっております。はい。ちょっとね、映像と確認しながら一緒にこれノートとかに書き出してもらうのがいいと思いますと。はい、じゃあ出てくるコード見ていきましょう。結構コードはね、多いけどシンプル。言っていきます。C と C7 と Am と F、Dm、G7、E7、Em7 の8個のコードですけど、これ嬉しいことに、これ今映ってる8個。入門コードなんですよ、全部これ。これガズレレ必須コードのグループのメンバーでございます。このガズレレ必須コードつまり一体何かというと、初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループなんですよ。その10個はあるのかと思うかもしれないんだけど、1個ずつ見たら入門コードなんで超簡単。だけど10個いっぺんに覚えようとするとめちゃくちゃごちゃごちゃに頭がなっちゃうんで、そこで私が皆さんにめちゃくちゃ役立つ、めちゃくちゃいい動画を撮ってます。説明している動画です。概要欄に貼っとくんで、ぜひその動画をチェックして、10個のコードを覚えちゃってください。さあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、今のガズさんの演奏を聞いてもらって分かったと思うんですけどね、これ男性が歌うとね、結構かなり高いんですよ。なんで1オクターブ下で歌うのもいいかなと思うんですけど、例えば、だけど今触ってみるって歌って、このキーでいくと A メロのところ、普通の顔した女神の出ます。すごい低いんですよね。だからこれ男性はですね、すごくこう裏声なんかを駆使しないとちょっとあれかもしれないですけど、まあ女性はその分歌いやすいんではないかなというふうに思うんですけれども、まあまあ、どっちにしろこれ女性もね、やっぱり音程がすごく高いところ低いところ出てくるんで、簡単ではないです、この曲は。まずそれだけをね、言っといて、だからしっかり聴いてですね、がっつり歌を掴んで、練習していきましょう。じゃあかっこいいバージョン、解説入っていきます。かっこいいバージョンはコード、出てくるコード一緒なんですけど、リズムがですね、変わってまいります。このリズムは今日はね、なかなかすごいですよ。今日出てくるリズムはこちらになります。16ビートと16ビートのチャ。16ビートと16ビートのチャ。はい。しかもこれ跳ねてるリズム、シャッフルのリズムで、行くのと、あとカッティングがもう今日は登場しますね、ということでございます。はい。今映ってるリズムの解説は概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろというところに、濃厚解説レッスン動画がそれぞれのね、やつ上がってますんで、まあ見てもらってやってもらいたいですけど、16ビートのこの曲なんですよ、この曲は。しかも、跳ねてる。
歌詞の中にも出てきますね。だって跳ねているから、この跳ねてるリズムがこの曲の結構キーポイントかなというふうに思いますが、まず16ビート、16ビートはねもう一周しか出てこない、ほとんど16ビートのチャでございます。はい、ちょっと解説していきましょう。まず最初は伸ばしますね。だけど今触ってみる胸のリズムが、この後からリズムが入ってきます。大丈夫か、この大丈夫のところが16ビートのチャが入らない16ビートとカッティングです。ここでいきなりめちゃくちゃ跳ねますからね。大丈夫だって跳ねていくから、跳ねてたでしょ、この大丈夫だって跳ねてこのカッティングなんです。これめちゃくちゃ、これは気持ちいいけど簡単ではないです。ここはねイントロのところは結構ボリュームを抑えめで弾きたいんですよね。でここら辺はやっぱりねカッティングが混ざってくるんで、ちょっとこれチャが入らないんでね、この雰囲気で、いるかな、伸ばすでしょ。ここから感想っていうか、まあイントロの感想に入っていきます。そうすると、でんでんでん、ここもここから16ビートのチャが入ったカッティングです。ドンドドンドン、 F から G7、 はい、この G7 の時にタタ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 、これはいつも言ってるけどツタタタタタって書いてあるやつは最初にチャを弾いておいて、こんな感じです。今日ね、このツタタタタ結構あちこち入ってくるんで、まあ後でチェックしてもらうとして、この16ビートのチャで、この跳ねた感じの、この結構ファンキーな感じです。この動画がめちゃくちゃ役立ちます。これ2つのパターンの16ビートのチャのファンキーグルーブの、弾き方の解説、濃厚解説なんです。このね、1番のパターンです。この動画、見るとめちゃくちゃいいと思いますよ。カッティングしながらの16ビートのチャ、ファンキービート。はい。概要欄にこのね、解説動画貼っとくんですけど、この動画のリズムの練習するとすごいいいと思います。ちょっと C で練習していきましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー、跳ねてこのリズムが弾けるようになったらもう相当気持ちいいんですけど、まあまあ、皆さん分かっていると思うけど、これ難しいんですよ。リズムをふんわり捉える。手首で弾いてください。肘で弾いていたら、こういうリズムになっちゃう。肘で動かしちゃうともうダメ。もう、手首で。このふんわり感が出ないとですね、この曲はもう台無しで、リズム64がね、もうこのふんわりビートがもうね、もう欠かせます。もう歌詞にも、跳ねているからって出てきちゃうわけですからね。はい。それで、今日、それでもう、悶絶リズムがいっぱい出てくるんですよ。ただでさえね、悶絶ない、この1番、A メロ1番、普通の顔した、ここで、へんてこなリズムっちゃいけないですけど、あいみょんの原曲を聞くと、かなり複雑なリズムなんです。で、これをリズム完全再現はさすがに超高難度なんで、ガズレレがですね、いい感じでまとまるリズム、今日は取り入れます。ちょっとやってみます。それでも難しいですよ。ワー、ツー、スリー、フォー。普通の顔した女神のお出まし、暑さで失った頭の中で、どうですか、タツツタツツタツツクツクチャカチャカ、タツツタツツタツツクツクチャカ、かっこいいでしょ。こんな感じです。かっこよくないですか。ゆっくり F でやってみます。タツツタツツタツツ、これがワンブロックです。カッティングですね。丸とバツで表記しましょう。丸バツバツ、丸バツバツ、丸バツ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 、星バツバツバツ。これ、これ歌いながら、これ弾くのなかなかなもんですよ。ちょっとゆっくりやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。普通の顔した。女神のお出まし、暑さって失った頭の中で、はい、 Dm と G7 の時はダンツダンツドンなんて、ちょっとシンコペーションっぽいでしょ。ダンツダンツドン、ちょっと G7 が突っ込んでくるから、この矢印マークを入れてます。はい、こういうリズムです。ちょっと2行通してゆっくり練習。ワン、ツー、スリー、フォー。普通の顔した女
界にお出まし。暑さで失った頭ん中で、あなたが落としたものはどちらか。ひとくさびきた心差し出す。ここまでです。これはなかなかすごいでしょう。タツツタツタツツクツクチャカツク、タツツタツツタツツクツクチャカツク、口で言ってくださいます。タツツタツツタツツクツクチャカツク、タツツタツツタツ、これで歌うわけですか。普通の顔した。これはもう何回もやって、ちょこちょここうちっちゃく積み上げて自分のものにしていくしかないと思います。体の揺すり方としては、普通の顔した、女神のお出まし、ダンツ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 ワン、このビートですかね。ここが難しいと思うね。難しい。まだこの後もっと難しく出てきますけど、はい。そしてこれが終わったら、あのサビ1です。選んでた今、ここ気持ちがいい。16ビートのチャのさっきのあのファンキーな16ビートのチャのカッティングフレーズ、ここで気持ちよく行きたいわけですよ。 A メロでちょっとストップがかかったようなリズムになって、サビになったらバーンとこう突き抜けるイメージですね。これがもう大事でございます。はい。そしてサビの1をやったら、またサビの星だけど今触ってみるに、あの繰り返すでしょ。で、今度2回目のサビが終わっていたら C7 に行くんですね。ちょっと2回目のサビ星の後半、大丈夫だって待っているから、次がね C7 になるんです。はい、ここまたツタタタで、この後今日一番難しいリズムです。ブリッジパートナーです。ちょっとまず演奏してみましょう。やってみます。詰まる喉の蛇口ひねってですね、いきますよ。ワン、ツー、スリー、ファー。詰まる喉の蛇口ひねって、出せるもの出していけること。はい、出ました。これ難しい。まずね、詰まる喉の蛇口ひねって、これF と G7 なんですけど、この最初の2つ、F と G7。ここで、ダッツ、ダーダッツク、チャカチャカです。F チャカチャカ、F、G7 チャカ、チャカチャカです。F タカチャカ、F、G7 タカ、チャカチャカ。E7、E7、Am、G7。ここは大丈夫です。ここの詰まる喉の蛇口のところの F と G7 のところが、カッティングフレーズ。ダッツクツク、ダッダツク、チャカタカ。ダッツクチャカ、ダッダッツク、チャカチャカ。わかる？F タカチャカ。G7 とかチャカチャカ、これがねちょっと難しい。しかも歌うわけですから、ちょっともう一回やってみましょう。ゆっくり、せーの。詰まるのどの着地ひねって、もう一回来るよ。出せるもの出していけること、それは、はい、ここすごいでしょ。結構これあのリズムもっと早いですからね、本番は。でこの後もですね、それは幸せやってみると、こんな感じです。F、矢印 F。同じコードなのに、この星が書いてあるということで、決めですね。それは、幸せ、なおかんだつたん。はい。この、は、たーとこ、たーとこ、たーとこって書いてあります。たーちょこ、たーちょこ、たーちょこ、たーこんな感じで。はい。ちょっとこんで、こういう雰囲気がいいから。ちょっとこのブリッジパート最初からずっとやってみましょうか。せーの。詰まるのかの着地ひねって、出せるもの出していけること、それは幸せなんだろうか。選んできたとサビの繰り返しなんです。ここがもうね、ブリッジパートなかなかひっくり返るあのやつ。ここでかなりこうリズムのこのエモーショナルな感じを再現しといて、またサビに戻るんですけど、その戻った時の安定感が気持ちいいんですよ。その後、選んできたになった時に、このドライブ感がふわーっとこう気持ちよくなれるように。こんな感じでございます。はい。あとサビを繰り返して終わっていったということで、なかなか今日のリズムはですね、ただでさえ、普通のところの16ビートのチャでもね、このファンキーで跳ねたカッティング入りのやつで、結構難易度が高いの。プラス、その決めフレーズがいっぱい出てくる。いやいやが簡単じゃないですけれどもですね。まあこういうリズムがまた加わると、さらにこの曲のふんわり感が増すというか、でも、あえてこの、なんていうのかな、ちょっと、気持ちいいリズムとそうではない、ね、ちょっと、キメっぽいリズムのこの対比が、余計この気持ちいいリズムを引き立てるっていうようなことがあると思いますから、ぜひ皆さん、この感じを味わってください。はい。いやー、これはね、
歌も難しければ、だから簡単にね聞こえるんですよ、あいみょんの曲って。やってみるとあれれって感じになる。これをね皆さん味わってください。でもとはいえこの曲の持つね、この広がりというかエネルギッシュな感じ、パワーをもらう感じ、自分でパワーもらいながらも出す感じ、やっていきましょう。さあ早速取り組んでいきましょう。あいみょんのリズム64、ガズレレルかっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。だけど今触ってみる胸のリズムが大丈夫だって、はいていくから、女神のお出まし、暑さで失った頭の中で、あなたが落としたものはどちらか、ひどく錆びきた心差し出す、選んできた今のままでも迷いながら、そうやって64、ガズレレ流かっこいいバージョンやってました。いやーめちゃくちゃいい、めちゃくちゃこのね、なんか元気になってこの跳ねた感じで、もうエネルギーみなぎる感じ、いやー楽しい。まああのかっこいいバージョンでもかなりこれはもう相当奥深い内容になってますけど、はい、まずはパートごとに分けて練習して、ちょっとずつちょっとずつこう一つにしていって、サインクッとこうまとまるように、取り組んで、じっくりね時間かけて取り組んでいきましょう。さあ GGD、ガズのご機嫌ガズレレデイズという本が4月に発売です。皆さんぜひこれ予約してくださいね。概要欄にあの予約のページ貼ってますんで、ぜひよろしくお願いいたします。お知らせです。はい、こちらの本が、リリースされましたよ。これ大好評でございます。はい、ハンディ版ボリューム1とハンディ版ボリューム2ということですけど、これそれぞれ過去に出していた、こっちが1、2、こっちが過去に出して3、4が2冊分がこれそれぞれ200曲収録というね、話題の本でございます。Amazon 並び書店さん、楽器店さんので、今販売していますんで、ぜひねチェックしていただきたいと思うんですけど、これ Amazon とか楽天ブックスさんでご購入いただいた方はレビューを書いていただけるとですね、これからまだガズレレ知らない方にすごい参考になると思いますので、ぜひともよろしくお願いします。いろいろやってます。ガズレシピというアプリがあってですね、その中でも楽譜が、購入できたり見たりとか、あのインストールは無料ですので、まず入れてみて、お試し、あの楽譜もあるんで見てみてください。そこでもねたくさん楽譜がゲットできますからね、1曲でもセットでもゲットできるようになっていたり、あとねこの水引きとかキャップだとか T シャツとかね、このウクレレストラップとか、こういうグッズもたくさん取り上がってます。あの公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとねありますね。まずガズレレ公式ホームページに行ってもらって、このバナーをちょっと見つけていただくと、そういうのもあったりとか、あとねガズピアノっていうのもやってるんですよ、ガズレレでは。はい、本も出てます。これねガズさんが考えたね、宇宙一簡単なあの弾き語り専用の鍵盤楽器の弾き方です。これをね世の中ひっくり返るぐらいの大革命なピアノの弾き方なんですよ。ぜひこのガズピアノの YouTubeこれ YouTube チャンネルやってるんですよ、ガズピアノ。ぜひ皆さん、あの本当に簡単ですから、
あの、鍵盤楽器が全く弾けないガズさんが思いついた弾き方ですからね、ぜひチェックしてみてください。まあ何はともあれ、このガズレレ公式ホームページを見てもらうとですね、すごくいいと思いますよ。はい、ぜひ見ていってください。それでは皆さん楽しく音楽していこう。バイバイ。